プリンストン高等研究所は、アメリカ合衆国ニュージャージー州プリンストン市にある研究所。自然科学、数学、社会科学、歴史学の4部門を持ち、世界でも最も優れた学術研究機関の一つとされる。中核となるのは27名の教授陣。いずれも最高レベルの研究者であるが、特に物理学と数学の研究が有名である。なお、教授とはいうものの、 原則として、授業負担はなく、各自の研究を進めることに加え、毎年世界各地から招聘される、約190名の研究者を選抜することが、主な職務である。正式名称は、高等研究所だが、類似の名称の研究所は内外に、数多くあるため、日本では、プリンストン高等研究所と呼ばれることが多い。プリンストン大学とは密接な協力関係にある。 1930年、ニューワークデパートで財を成したバンバーガー兄弟が出資して設立。アルバート・アインシュタイン、クルト・ゲーデル、ジョン・フォン・ヌイマン、ロバート・オッペンハイマーら世界中から有力な研究者が集ったことでも知られる。オッペンハイマーは第二次世界大戦中にはロス・アラモス国立研究所所長としてマンハッタイ計画を主導し、原子爆弾を開発していたが、 戦後の1947年には、プリンストン高等研究所の所長に任命された。現在でも、非常に著名な研究者が多数在籍している。数学部門では、4名のフィールズ賞受賞者、1名のネバンディンナ賞受賞者をはじめとするメンバーが揃っている。自然科学部門では、フィールズ賞受賞者のエドワード・ウィッテニや、共同研究者のネーサン・サイバーグ、 アズ、CFT 対応で超限理論において一躍トップに立ったフラン丸出せな等を要する。社会科学部門では2007年にノーベル経済学賞を受賞したエリック・マスキンが在籍している。ありがとうございます。